皆さんこんにちは、ラフレシアリサーチの猫社長です。動画がめっちゃ久しぶりになってしまいました。すみません。今日はホリダスのお話をしていきたいと思います。先日日本有数の園芸家でいらっしゃる Y さんの温室にお邪魔してきました。 Y さんはホリダスをたくさん栽培されてまして、今回輸入のお話とか栽培のご経験など様々なお話を伺ってまいりました。インタビューの方は音声のみとなってますので、 Y さんの立派なホリダスをご覧いただきながらご視聴していただく形となります。では早速どうぞ。 Y さん、こちらの温室で様々な植物を栽培されてるんですけれども、ホリダスを輸入しようと思われたきっかけは何ですか？小石川植物園にね、多肉の仲間がいたったんですよ、職員に。そこへね、小石川植物園の行って、そこにね、ホリダスの大きいのがあったんですよ。そのホリダスにね、いくつか小株がついてるわけで、その友達にね、あの子をくれって言ったんですよ。そしたらね、友達が私の担当じゃないからそれはダメってね。じゃあしょうがない、自分で探すってんで、いろいろ探したで、当時ね、ギディーズナーセリーって言ったわけ。ギディーズナーセリー、ギディーさんの、ギディーズナーセリー、でそこへね、手紙を出して、そしたら、簡単な B5 だったかな、当時の B5 版の1枚か2枚のリストを送ってきてくれたわけ。その中にホリダス、あるいはアレナリウス、その他エンケファルトスがいろいろ、それからさっき話したケアトザニア、それから豪州のマクドネリーか、あれなんかあったんで、片っ端から買ったわけ。安かったんでね、一本投資でね、あそこはドル建てだったかな、10ドル前後だったんですよ。そんなに、それはいつぐらいのお話ですか？いつぐらいですか？だから何十年前、ワシントン条約締結前、今から30年以上前かな。わー。でギリーさんからね、何回か分けてもらって、買ったんが今ある、カルシアもありますけどね、その時にね、何回か取引した後、ちょっと大きいホリダスないかって聞いたらね、テニスボールぐらいの日本の世話してくれたんですよ。それが今だいぶ群生になってますけどね、それがソテツ始めるきっかけですね。あとはアメリカにね、グリーンバーグっていうナセリがあったんですよ、そこからも入れちゃったかな。ところがそこから、その当時はね、アメリカからの植物輸入はランとユーフォルビア以外は根付きは禁止なんですよ。そういうものを禁止ってんじゃないんだけども、入れても食券で根っこみんなぷっきれちゃう。根がダメなんですか？結局ダメ。それでね、もう根付かない、根を切られちゃうんだから。そうですよね、地下棒、根っていうか地下棒を切られちゃうんだから、でアメリカからの輸入はやめで、主にギリーさんから取ってた、でギリーさんのは別に分析してあるけど、あれは未消だから、未消っていうのは空気するんですよね、よく。ああ、そうなんですね、サッカーってぶっちゃけ捨てちゃうかもしれないけど、なるほど、ああいうやつは微小の場合は濃くするんで、それで今分析してる。結構何十年もじゃあホリダス栽培されて、なんか栽培方法のポイントとかあると思うんですけど、特に植え替えの用土は、選ばないですよね。ああ、そうなんですね。移植も2、3年に1回やればいいんだけども、数が多いもんだからそうはできないし。この前やったのはあれが7、8年やってなかったかな。あ、そうなんですね。今終わってんのがね、あれが15か、冬とかも最低気温とかどのくらいで栽培されてますか？実は5度、
5度で、うん、5度下もあるんですよ。たまに下もある。冷凍でも大丈夫だけど、はい、他にほらユーフォルビアというのがいっぱい入ってるんで、5度に設定してるわけ。水やりとかどのくらいでやってますか、冬とかは。一日に一回っていうのは決めてないけどね、まあ、喉が渇いたような顔すればちょっとやるっていう程度かね。掘り出すっつってもね、はい、あの現物を見て買わないとね。要するに博多に幅があるから、そうですね、ドワーフからつまんない掘り出すから、結局それを並べればくっついちゃうんだから。掘り出すもレーマニーもね、名前は違うけども、トレスピノーサスもね、並べればねくっついていっちゃうんですよ。だと思いますよ、自分はね。なるほど。だから後から新しい名前のエンセファラスが出てくるんだから、それは私は持論だけどもね、別に染色体やどの点で調べたわけじゃないからね、掘り出せ買ったってレーマニーみたいなのが出ちゃったりするんだから。そうですね。だからこれはあの ひねれてないから掘り出せじゃないとは言い切れないと思うんですよ。だから結構いろんなタイプがあるってことですね、掘り出すでも、だと思うんだけど、自分の目で見てね、決めたタイプを選んで買った方がいいですよと。なるほど。ただ未生ないやつが分かんないんだ、まだまだ特徴がそこまで、ね、出てないんですよね。分かりました。じゃあ Y さんにとって掘り出すとは何ですか。掘り出すは、掘り出すとは Y さんにとって要するに、はい、暑かったあの暑さの暑じゃなくて、はい、道楽に暑かった頃の執念だよね。ああ、なるほど。今は熱が冷めた熱が冷めたっていうか、まあやっぱりよく言うんだけどね、世間にねあまりブームになっちゃうと私はその熱が冷めちゃうんですよ、逆に。でもその当時にやっぱりこの掘り出すを欲しいっていう気持ちで行動されてて、本当にだからあの頃エネルギーがすごいなって。あの頃は暑かったって俺言ってたけど今は冷めちゃったって。冷めちゃった。なるほど。まあでもね、そういう思いをして入れたもんだからね、カラスバって手放したからないやね。そうですよね、思い出だからね。はい、分かりました。はい、ということで Y さんのホリダスにまつわる思い出などを拝聴しました。また今後もホリダスをテーマにした動画をホリダスだけに深掘りして作っていきたいと思います。それでは今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしかったらお願いします。